はい、どうも、こんにちは。タウンタのバンド紹介のお時間です。今日はですね、久々にやるってことなんで、ちょっと考えてはいたんですけどね。とりあえず、今回紹介するバンドはこちらになります。はい、じゃがたらなんですけど、じゃがたらね、一言で言うと結構難しいんですよね。これだけはね。始まったのが70年代からインディーでずっとやってきたわけなんですよね。で、とりあえずインディーでやってて、なかなか今の普通の CD ショップとかではなかなかお目にかかれないっていうか、専門店行かないとじゃがたらっていうのは手に入らないんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。とりあえずじゃがたらでまず1枚目のアルバムが「何番トライ」っていう、それと「タンゴ」、それが一番最初の、レコードですけどね。CD でも今はレンタルできますけど、それがあって、で、それから、いろんな曲を出していって、で、江田明美が、その時にやったパフォーマンスがライブハウスで、自分の額をカミソリで切ったり、生きた鶏を生で食べたりなんかして、ライブハウスアングラみたいな感じでやったんですけどね。で、やったんですけど、で、その時に、オートさんというギターの方が入ってきて、音楽性を高くしていったんですよね。で、音楽性高くしていって、で、何番トライの方も曲をアルバム出して、70何年かな、ちょっと覚えてないですけど、で、それから他にも、今では言わない12インチシングルとかアルバムの形してんだけど45回転とかっていうアルバム出してなんかして、で、それから、いろんなアルバムを出していたんですよね。で、そうしていた時に、もう90年の時にやっとメジャーデビューするんですよ。それからっていうタイトルと、それからタンゴ、8センチのシングル CD ですか、出していたんですけど、その次の年の1月ぐらいに、江戸明美が、睡眠薬飲んで、お風呂場でちょっとお亡くなりになってしまって、で、それで、ジャガタラが自然解散みたいな形になってるんですけど、メンバーたちは、江戸明美がいなくても、姿なきジャガタラっていう、タイトルでライブいつもやってるわけなんですけどね。難しいとこなんですけどね、これだけは。いなくても他のメンバーが、結構メンバーいるんですよ、ジャガタラは多いし。で、その中で1枚出したアルバムが、江戸明美が精神ちょっと精神疾患持って、で、一部入院をしたんですけど、ちょっとだけ仮退院してライブにやったアルバムにもありますけど、「君と踊り明かそう日の出を見るまで」というアルバムがあるんですけど、これがもう名盤ですね。もう聞いてたら、もうイントロは長いんだけど飽きないっていうか、
藤あけみの凄さっていうのがよくわかるなと思ったんですよね。でそれでとりあえずメジャー90年にしました。でもお亡くなりになって、でその時にですね、まあ亡くなって何年も経った後に、まあ金賞の王権大月健二さんがカバーアルバム出すということで、とりあえずジャガタンのタングを歌うわけなんですけど、他のメンバーからは王権にはまだ10年早いって言われたんですよね。王権もまだ若かったぐらいですからね。でそれでやっていて、とりあえずはジャガタラっていうのは一体何者だったんだろうって今考えたんですけどね。まあとりあえずダンサーの南さすらさんっていう方ですね。あ、南流さんかな、ちょっと名前があるんですけど。でそれで出して、ダンサーもやっていたし、でとりあえずファンクという形を作ったのはジャガタラなんですけど、結構ジャガタラの根強いファンが多いですよ。確かにもう好きな方は好きですからね。もうジャガタラのことを言う人はまあまだまだ業界にはいると思うんですけどね。とりあえずはね、なんて言ったらいいかな、裸の王様が2曲しか入ってないのにアルバム4枚出してなんかして、まあ都市生活者の夜とかそういう曲もたくさんあるわけなんですけど、やはり一番欠かせない曲っていうのはタンゴと、もう我慢できないっていう曲がもう長いね、イントロが。でも聞き飽きないっていうか、ジャガタラなきジャガタラっていうアルバムも出してやってはいるんですけどね、今考えたらなくなるのが早すぎた。まだ50もいってなかったと思うんですけどね。とりあえずジャガタラだけはなくしちゃいけねえなと思ってたんですよね。まあ、とりあえず未だにまあジャガタラなきジャガタラというタイトルでライブハウスでもライブみんなで集まって年に1回やってますし、まあ、とりあえず俺が江戸あけみが亡くなったっていうのは何かの本屋行って立ち読みした週刊誌の方で、あの相原浩二という漫画家さんがいまして、その方が江戸あけみなぜ死んだっていうのを見てすごくショックが大きかったっていうのが未だに心に残ってますね。江戸あけみおいおいおいって感じで、もう何も言えませんでしたね、亡くなった時には。あ、亡くなっちゃった、って感じで。まあこんなこと言っちゃ悪いんですけど、亡くなったかって納得させちゃうのは江戸あけみくらいなもんでしたね。他の方だったらなんだ本当は嘘じゃないのって言うんだけど、江戸あけみだけはすごく神秘性があって、もう頭の中ではもう何も考えつきません。もう俺がここに残るボーカルで一番強かったのは江戸あけみですかね。まあ十何人のダンサーで踊ってファンクなことをやって死んでいった。まあとりあえず江戸あけみもとりあえず、でその時もね、あのちょっと驚くことに70年代なのにタンゴの B 面が平成っていう曲なんですよね。
この平成っていうのがアルファベットで平成って書いてんだけど、この昭和なのに平成が来ると思ってみなかったですね。これだけはもう江田明美の先見の明があったとしか思いません。まあ今日はこの辺で、まあ江田明美とかジャガターのことを終わりにしたいと思ってますんで、またちょっとやってみたいと思ってますんで、それでは皆さんまたお会いしましょう。それでは失礼します。